皆さんこんにちは、ワンダルゲルビシです。では今回は信長の野望大使パーフキット加藤清正プレイ続けていきたいと思います。家康による豊臣の天下、この三奪を阻止するというですね、まあ新しい目標を据えて関ヶ原合戦のシナリオでスタートしています。現在1601年2月ということで、関ヶ原の戦いが1600年の9月開始なので、まあ約半年ぐらい過ぎたというところです。では簡単に各勢力確認しておきましょう。まあざっと見た感じですね、関東と畿内に徳川の勢力がすごく伸長しているなというのがよくわかると思います。なのでまずは豊臣を守るために畿内へのルートを確保していきたいので、四国の長宗我部を倒してですね、まあ畿内大阪湾へと入っていくルートを確保したいなと思っています。まあ、ただ長宗我部含めてですね、まだまだその大阪への途上強い大名家多いので、まずは地盤固めということで九州を固めていきたいと思っています。九州の南部、まずは薩摩の島津に関してはしっかりと友好関係を築き、また宿敵小西ですね、小西に関しても、まあ、雪長は関ヶ原合戦に敗れて、まあもうすでに死んでいますけども、その後を継いだ、まあ、小西家当主に対して和睦を申し入れてですね、九州の南部に関しては地固めが完了しています。この後はですね、まずは伊万里城、ここは徳川方の鍋島が入っている城になります。さらにこの松浦家ですね、これも徳川方なので、この平戸城も攻略していこうというところで、九州を、まあ、豊臣家一派で締めてしまおうというふうに考えています。でここには黒田、細川、小早川、まあこのあたりがね、いますけども、まあ味方になってくれるかなというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。さあ、鍋島に宣戦布告しました。毛利、黒田、小早川に立花、このあたりがね、味方してくれますね。では早速出陣します。伊万里城に向けて、まあ、清正自ら率いる軍勢、これにプラスアルファですね、もうちょっと兵力欲しいなというところありますので、総勢4200、これを引き連れて出陣したいと思います。清正は300だとちょっと心配かな、清正の300は心配なので、まあ、後方待機という形になるかなと思います。300だとね、場合によってはあっという間に敗れ去るということもあるので、まあ、ここは無理せず清正は後方待機という形にして兵力もうちょっと増やします。合計5500整えました。これで出陣します。今鍋島はですね、村中城で立花の攻撃を受けているので援軍は送れない状態ですね。なので、まあ、あの2300という兵が今以上こもってますけども、これ以上増えることはないという前提です。で毛利とは同盟結びます。他同盟結べそうなところとはもうどんどこ同盟を、結んでいってしまいましょう。小西とも同盟を、立花とも今共闘という形取ってますからね、これ同盟結んじゃいます。東道とももう少しで同盟結べますね。小早川とも同盟結びたいですよね。さあでは九州、ここを率いて豊臣を守るための戦い、第2幕始めていきます。鍋島ですけども、これ野戦に出てきましたね。叩きましょう。兵数3200、一方清正軍は5500ということで、兵数では有利に立ってます。まあ、ただね、敵の方が、まあ、言ってみれば、待ち構えているような形にはなってますんで、軍技力は高いと思っていいと思います。なので、しっかりこちらはですね、敵に備えるということをしていきたいと思います。では、開戦です。
まあ、清正のいる本陣の場所なかなか良くてですね、川に囲まれていて、まあ、守りやすいかなと思います。まあ、ここで敵をね、引きつけて守るという戦いをしていくというのがいいかなと思っています。覚悟せよ。あとは数は少ないですけども、鉄砲隊と騎馬隊ですね、これもうまく使っていきたいと思います。さあ、敵が清正の本陣に向かって突撃してきそうな構えがあるので、ここはですね、右翼の別動隊をその後ろに動かしましょう。来ましたね。お、しかも鍋島隊、これ400と数が少ないな。始めよう。となると鍋島隊に突撃するというのがむしろ一番決着早そうですね。それと同時にこちらも前に清正の本陣も都会して進んでいきましょう。始めるぞ。敵の居所知れました。この後ね、伊万里城の攻略戦があるということを考えると、まあ、できるだけね、消耗は少なくしたいですから、ね、さあ、鍋島の本陣に突き刺さりましたね。ここからは鍋島の本陣の撃破に奔走しましょう。清正の部隊はちょっと後ろに下げます。力負けするとはな。おもれ。我が策。鉄砲隊800揃えたのが効きましたね。一筋縄ではいかねえか。鍋島隊撃破です。これで伊万里城は取れそうですね。このようなところで立ち止まれぬ。さあ、伊万里城をダッシュしてます。我らは止められぬ。で、伊万里城を取った後ですね、村中城を攻略していた、どうやら立花が兵を引いたようですね。これ奪っちゃいましょう。庭が残念ながら徳川に食われましたね。では村中城の攻略戦です。ここは通常攻撃29日、1ヶ月間ですかね。これで攻略していきましょう。敵の数多くはないので、取れるかなと思います。で、城攻めをしている間にですね、こちらは島津と同盟を結んでしまいましょう。島津と同盟結べれば、もう完全にね、九州は盤石という形になると思いますが、敵視されていて、島津となかなか、同盟を結ぶというか、すぐにはできなそうですね。まあ、ちょっと、もともと敵対していた西軍と東軍に分かれていたというのもありますので、まあ、ここは、我慢しましょう。村中、松浦、このお二つをね、滅ぼすのを優先します。越前、織田家は徳川に滅ぼされてます。一方、我々もね、村中城として、鍋島を滅ぼしています。全員投与しましょう。これだけの数増えるのは、大きいですね。鍋島はもちろんそうですけど、龍造寺も、まるっと取り込みができそうですね。平戸城を攻略。松浦家を滅ぼしました。これでまた領土と家臣と、増えてきましたね。島津と伊藤が戦いますね。ここは島津につきます。で、島津のね、心象ちょっとと曲げましょう。長宗我部と毛利が戦いになる。まあ、これは毛利について、こちらも長宗我部に対して宣戦布告して一緒に攻め上がり、それが一番良さそうですね。さあ、では長宗我部に宣戦を布告します。我が部、その身で知るがよい。助立ちいたす。これで毛利軍と、あとは清正の軍ですね、これで一緒くたになって長宗我部を撃退撃破。一気にね、大阪湾への進行ルートを確保していこうと。まあ、そういう構えですね。
では、キリがいいのでちょっと短いですが、今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、九州を攻めた後、四国長宗我部へと攻め込んでいきたいと思います。